ナイジェリア航空2120便墜落事故とは、1991年7月11日、サウジアラビアのジッタで発生した航空事故である。圧力不足のタイヤが引き金となって不具合が連鎖し、着陸装置と滑走路が摩擦して、高熱を生じ、破損したタイヤの残骸が発火した。そのまま着陸装置を機内に格納したために、機内火災が生じて墜落に至った。 2120便は、ジッタのキング・アブデル・アジーズ国際空港からことへ向かう予定であった。離陸滑走開始から15秒ほどで、コックピットに振動音が響き、航空機関士が何でしょうと発した。2秒後、再び振動音が鳴り、機長は、副操縦士に、フットブレーキを作動させたままじゃないよなと聞き、副操縦士は、いいえ、足は ラダーペダルの下にあるので、と答えた。機体は80ノット付近を加速中であり、事故調査でこの時すでに着陸装置が壊れ始めていたことが判明した。滑走開始から28秒後、機長は90ノットをコールし副操重視が確認した。約45秒後に離陸決心速度に到達し、6秒後に離陸した。目撃者によると、左出脚から火災が発生しており、 着陸装置を格納すると、炎は見えなくなった。3分後、機体に異常が生じ始め、余圧や油圧といった操縦に、不可欠な装置が損傷を受けた。2000フィート付近で、機長は、高度維持の要求をしたが、この時に、ナイジェリア2120ではなく、ネーションエア2120と、コールサインを言ってしまった。ところが同じ頃、 実った行のサウジアラビア航空738便も、また夜圧系統のトラブル発生を管制官に通告していたために、管制官は2120便と738便を混同してしまい、高度を3000フィートに上げるよう指示した。これに対して2120便の機長は、コールサインを言わずに、3000フィートへ上昇のこと了解と返答し、管制官は、 以後3分間にわたり通信相手はサウディアだと勘違いしていた。副操縦士は緊急事態、緊急事態を宣言する。おそらくタイヤの破裂が原因だ。と管制官に伝えた。緊急着陸のため空港へ向かっている最中に客室乗務員がコックピットに入り、客室で煙が発生していることを伝えた。空港から11マイル付近で 着陸装置を出したところ、火災の炎症が激しくなり、乗客の一人が機内から外へ投げ出された。火災が勢いを増したため、客室の床は急速に焼け落ちたが、機体の制御はまだ可能だった。離陸から8分後、空港から10マイル地点で、機長は、ナイジェリア2120、緊急事態、火災が発生、空港へ迅速に引き返している。と管制官に伝えた。 8時38分、滑走路から9433フィート地点に2120便は墜落、乗員乗客261人全員が死亡した。事故原因は、左出脚の圧力不足のタイヤが滑走中に破裂したことに起因する。事故4日前の7月7日に、左出脚の2番と4番のタイヤが圧力不足であることが判明し、 主任整備士が整備しようとしたがタイヤに充填する窒素を手配できず出発の遅れを嫌がった運行管理者がタイヤ交換も拒否して出発を許可した。この二人は2120便に登場した。DC-8 の片側の主脚は2本の車軸と4本のタイヤで構成されている。2本の車軸は前後に並び1番と2番のタイヤは同じ車軸の左右に配置され、 3番と4番はもう一つの車軸の左右についている。乗客と荷物を満載して離陸滑走を開始した結果、空気圧不足の2番タイヤと同軸の1番タイヤに、まず負荷がかかり、過過重と圧縮熱で破裂。このため今度は2番タイヤも過過重となり、即座に破裂した。さらに噛み込みにより2番タイヤの回転が止まり、ホイールや主脚が滑走路とすれて、 高温の摩擦熱が発生。それにより、タイヤに残っていたゴム片が発火した。乗員は、異音と振動から、タイヤの異変に気づいたが、そのまま滑走を続けた。やがて離陸して、主脚を格納した結果、格納された主脚が、火種となり、主脚格納部を取り巻く、油圧系統や電気系統に炎症。火災は、タイヤのゴム片や、油圧系の作動油に加えて、 マグネシウム合金や燃料にまで燃え広がり、格納部の髪型に位置する客室の床を焼き抜くと、共に非常ブレーキを含む操縦系統も焼損した。客室乗務員がコックピットに入り、煙を報告した頃には、火災のため CVR と FDR の記録が途絶えている。やがて管制官は誤りに気づき、事故機を正しく把握して、進路誘導を開始した。 客室内装の一部は主客格納部に落ち込んだ。滑走路まで11マイル付近で緊急着陸のため、主客を出した頃、シートベルトが焼き切れた最初の乗客が被害に放り出された。これは主客を出した開口部から大量の空気が流れ込んだ結果、一気に火星が増して、客室床の被害が拡大したためとみられている。続けて、多数の乗客が、 座席ごと機械に放り出された。機長は滑走路まで10マイルの時点で3度目の緊急事態を宣言したが燃料の火星で機体構造が強度を失い目撃弾によれば機種を突如70度下げて滑走路手前9433フィート地点に墜落し爆発炎上した。現場検証によると墜落直前に空中分解式種を下げ右にバンクした姿勢で落ちたと 見られる。この事故の主な原因は、整備をおざなりにしたネイションエアと出発を強行した運行管理者にあった。事故直前に整備主任がタイヤに充填する窒素を探したり、タイヤ交換をしたりといったことを試みようとした、矢先に運行管理者が出発の遅れを言い上がってタイヤ整備を拒否してしまった。整備主任はそれに逆らえないまま、 その運行管理者と共に2120便に登場して二人とも死亡した。事故の原因に関して、サウジ当局と NTSB の見解には若干、相違があり、前者が乗員や管制官に、日はなかったとしているのに対し、NTSB は滑走中にタイヤ以上を察知した時点で、離陸中止する機会もあったはずであり、また更新記録において管制官に混乱を。 生じさせたことなどから、クルーリソースマネジメントに問題があった可能性を指摘している。しかし、この事故の根本的な原因が、機体の整備不良にあった上、さらに事故現場からは、ネーションエアの整備員が、タイヤの空気圧の数値を改ざんした書類の一部が、見つかったことから、安全性よりも利益を優先したネーションエアの安全軽視が、この第三次を招いたという結論は、 双方とも一致している。事故機はナイジェリア航空が運航していたものの、乗員ごとネーションエアからリースされており、安全上の責任は後者が負っていた。ネーションエアは事故発生以降一度もフライトを行うことなく1993年5月に倒産した。ありがとうございます。